はい、サイバイドー、すいません、ユタボン君出ましたけども、あれ叩きすぎでしょ、干された布団じゃないんだから。10歳の男の子祭り上げてかわいそうに、今後どこまでその意思が続きやれるのかっていうのをね、僕は楽しみにしております。さあ本日なんですけども、ちょっと最近こんなアカウントを作りました。タック TV 情報アカデミー、アカウント作りすぎよね。韓国のチーターぐらいある言うとりますけども、ミング何かと言いますと、業界のタブーな話とかグレーな話、未解決事件などの裏話などのお話をお待ちしております。何かゾクッとするようなものがあればお待ちしております。返信も随時行います、よろぴこ。今日なんですけども、どうもにリクエストいただきました。男子の方々、台湾の女性ってめっちゃ綺麗ですよね。まあ、この動画には一切関係ないですけど、厳密に言えば台湾の落とし物に関するちょっとした危険なお話なんですが、これ2年前ぐらいに絶対いい女でおなじみ小池栄子さんが出てるクレイジージャーニーで取り上げられたそうでして、知ってる人もいるかもしれません。ただ僕は全く知らなかったので今回紹介していきます。本題なんですけど、君たちは落とし物を拾ったらどうしますか。とりあえず道の目の前に財布とかが落ちてたら拾いますよね。その後交番行ったりすると思うんですけど、まあ分からんすけどね、犯罪者諸君さん、とりあえず拾うじゃないですか。財布じゃなくて、もし原宿の竹下通りにお金が入った赤い封筒がポーンと落ちてあったらどうしますか。これも拾っちゃいますよね。でもそれを拾ってしまうととんでもないことになる国があるんです。それが台湾。リホ、じゃあその理由なんですが、本当に台湾では赤い封筒が道端に落ちてることがあるそうです。この中身なんですが、お金、そしてもう一つ長い髪の毛が入ってるそうです。髪の毛です。他にも若い女の人の写真とかも入ってることがあるそうです。もしこれを知らずに拾ってしまうとどうなるのか。実はこれ台湾にまつわる風習で、メイコンと呼ばれるものなんですね。何かと言いますと、死者と結婚させられるそうなんですよ。はあ、ですよね。でもこれ本当らしくて、自分の家族が若くして亡くなった時に死後の世界で結婚させてあげるっていう儀式で、何これお金入ってんじゃんと思って拾うじゃないですか。そしたら周りから家族がブワッと出てきて逃げられないそうです。この写真は本当に結婚させられてる様子ですね。あとはニュースにも拾った人が取り上げられていたそうです。ただこれメリットもあるらしくて、土地とかお金がもらえるとか、自分から拾ったりする人も昔はいたそうです。結婚を引き換えにって考えると、どうもなんかこう釣り合わない気がしますけど、なのでもし台湾に行かれる方、落ちていても決して拾わないでくださいという話でした。まあテレビでもこんな感じで紹介されていたそうなんですが、実際のところ儀式自体はあるそうなんですが、本当は知り合いの男性とかと打ち合わせをして、風習として本当に冥婚を行うそうです。これは死者への思いやりの一種で、別にその後ね、その知り合いの男性が他の方と正式にこう結婚されても問題はないそうです。ただそういう弔いの風習があると。しかし一部相手を選ばずに強引にやったりすることもあるよというお話でした。ちょっとゾッとしたんで、皆さんも知識程度で覚えておくといいかもしれません。今日の動画は以上なんですが、ちょっと余談なんですけど、僕小学生の頃財布を拾ったことがありまして、小学校1年生ぐらいなので、全然そのなんか交番に行かないとみたいなのってあんまないじゃないですか。緑の財布だったんですけど、うわ財布だと思って見たら3000入ってたんですよ。拾った瞬間に男の人がふーっと戻ってきて、僕ここで財布拾わなかったみたいな感じで言われて、緑の財布なんだけど、あもうこれやんと思って10秒ぐらい静止して、その男性の方が、何の話だっけ、すいません、落ち忘れました。本当に何の話だっけ、落ち忘れたわ。